さて今年の大会は日本の女子が大活躍いたしましたので、女子のシングルを中心にご覧いただきます。まずはフランスのサンドラ・ガルド、総合では4位に入った選手です。久永さん、ジュニアには見えないような選手ですね。そうですね、まあ、これは世界ジュニア大会ですから、まあ、ジュニアらしい選手も多いんですけども、その中では非常に大人の雰囲気を感じさせる音楽、あるいは振り付け、スケーティング、そしてコスチュームもね。そうですね、これは音楽に合わせてのコスチュームを作ったと思いますけど、ね、影山の一夜ですね。そうですね、とてもじゃありませんが14歳には見えません。そうですね、でもまあ近くで見ると可愛いお嬢さんですけどね、氷の上では本当に大人の雰囲気を出しています。本当にそうですね。女子のフリーは3分半、このようにスキャットも入れてかなり凝った選曲をしています。全体の音楽との調和、あるいは振り付け、非常にいいものがあるんですけども、もう少し個々のジャンプ、そういったものが難しいのが入ってくると将来が楽しみですね。はい、フランスのサンドラ・ガルド、ご覧のような得点が出ています。